高良大社は、福岡県久留米市の高良山にある神社。式内社、筑後国一宮。旧社格は、国兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。古くは、高良玉垂命神社、高良玉垂宮などとも呼ばれた。久留米市中心部の東方に鎮座する。古代から、筑紫の国魂と仰がれ、筑後一円はもとより、肥前にも有明海に近い地域を中心に厚い、信仰圏が見られる。厄年の厄払い、厄除け開運、延命長寿、現代では、交通安全のご利益でも名高い。また、芸能の神としての信仰もある。高良大社自体が、名神大社、筑後国一宮であるほか、本殿に合祀されている豊姫神社が、名神大社、境ヶ今社の伊勢天照五祖神社が、式内商社、味水御成神社が、筑後国総社であるとされる。社殿は、国の重要文化財に指定されており、神社建築としては、九州最大級の大きさである。このほか、本殿内には御客座があり、豊姫大神が合祀されている。高良玉垂命とは、夫婦との説もある。神階は、正四位下。詳細は、下記豊姫神社を参照。御客座には他にも境内にあった、坂本神社の祭神などが合祀されている。高良玉垂命は、朝廷から、小一位を賜っているものの危機には登場しておらず、正体が誰であるかに関しては、古くから論争があり、竹内宿根説、藤大臣説、物のべ祖神説、彦ほほでみ尊説、水沼君祖神説、渡津神説、姫元祖神説、慶光天皇説、芹田誠だれ説、白木神説、高麗神説など諸説がある。江戸時代には竹内宿根に否定する説が主流であったが、明治以降は特に否定されていない。仁徳天皇55年、または78年鎮座。履中天皇元年創建と伝えられる。延喜式神明帳には、筑後国三井郡高良玉垂命神社と記載されて、名神大社に列しているほか、筑後国一宮とされた。また、祭神の高良玉垂命は、国内最古の神明帳とされる、筑後国神明帳によると、朝廷から小一位を授けられたとされる。高良山にはもともと、高木神が鎮座しており、高牟礼山と呼ばれていたが、高良玉垂命が、人世の宿として、山を借りたいと申し出て、高木神が譲ったところ、玉垂命は結界を張って鎮座したとの伝説がある。山の名前については、いつしか高牟礼から、音が転じ、領事の二字を当てて、高良山と呼ばれるようになったという説もある。現在もともとの氏神だった高木神は、ふもとの二の鳥居の手前の高木神社に鎮座する。なお、久留米市生井町にある、久留米市役所の支所の名前、高牟礼市民センターや、久留米市内のいくつかの小中学校の校名や、校歌の歌詞に、高牟礼の名前が残っている。現在の社殿は、久留米藩第三代藩主、有馬頼年の寄進によるもので、万治3年に本殿が、寛文元年に、幣殿、拝殿が完成した。明治4年、近代社格制度において、高良神社として国兵中社に列格し、1915年に国兵大社に昇格した。高良玉垂命豊姫大神、高見結神その他、筑後国神明帳の記載。玉垂宮品殿及び、境内末社記には、下記外に発信権限が末社として挙げられている。鎮座地はわかりやすくするため旧字名を使用した。三の鳥居、本坂及び下向坂鳥居、石段より、内側が、境内地。現在の本参道は本坂だが、かつては、下向坂石段であったという。豊姫神社境内、摂末社2の鳥居で社道と分岐する。参道を登り切った下向坂鳥居付近で車道から、分離した臨時バス専用車道と、合流、さらに進んだ三の鳥居付近で車道と合流する。山内参道沿い三内社道沿い山内その他、石像大鳥居から二の鳥居まで。石像大鳥居より外。石像大鳥居脇に、下宮へ向かう鳥居がある。高良山山六の建務社は、前述の隠薬神社、高良巫女神社、高木神社、高良下宮社を含め、老い、山川、高良内三校区全16社。石像大鳥居拝殿福岡県、指定有形文化財福岡県指定天然記念物、久留米市指定天然記念物久留米市、指定無形民族文化財所在地交通アクセス、鉄道バス車周辺。ありがとうございます。